し。それじゃねストレッチ終了。僕ね、なんかね、体がうまく動かないんだ。もやもやするな。トレーナー、ミシシ、やっちゃうぞ。よし。あっ。
ああ、なるほど。無敵のテープ。
もし？走んなきゃダメ、うん、なんかね、体がうまく動かない。トレーナー、ミシシ、やっちゃうぞ。あら、トレーナー、大丈夫です。わ
走んなきゃダメ。なんかね、体がうまく動く。無敵の帝王様。
も走んなきゃだね。すごく疲れちゃったんだけど。トレーナー、ミシシ、やっちゃうぞ。やっほー、明けましておめでとう。ねえねえ、お願いお願い、わーいわーい、ミシシ、うんうん、やあ。うわあ。ほう。トレーナー。ねえ、今日は何するの？早く。まったく、何事も正確に、お願いします。いえ、今日の予定は…え？ええ、ほんと見て、ふぅ、うん、よーし、ミシシ、うん、ここは負けられない一番人気9番、東海帝王。実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。美しい青空が広がる京都レース場、ターフも絶好の良馬場になりました。十分に実力を出せるレースとなりそうですね。3番人気には5番、この評価は少し不満か。2番人気はこの子、ナイスネイチャー。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って、本日の1番人気東海帝王、気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタート。
各馬娘、綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは4番、15番、14番、期待通りの結果を出せるか。1番人気東海帝王、さあ花に立ったのは15番、このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は1番、3番手に東海帝王、内をついて4番、第1コーナー回って第2コーナー、15番快調に飛ばして行きます。先頭は15番単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは1番、そしてその後ろから行くのは4番、その外並んで東海帝王、5番手には13番、2馬身3馬身開いて14番、さらには2番、すぐに続いてナイスネイチャー、それを見るように6番、その内並んで5番、少し後ろから8番、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ10馬身、順位を振り返っていきます。15番、まだリードをキープしています。続きました東海帝王、14番、並んできた内には1番、すぐに続いて13番、少し後ろから6番、それを見るように4番、そしてその外を回ってナイスネイチャー、外から行く5番、その外並んで8番、その内並んで2番、1馬身差7番、ここで一気に後続が差を詰めてきた。各馬娘一段となって団子状態の大混戦、これだけ密集していると紛れがありそうですね。さあ東海帝王ここで先頭です。第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。この直線で勝負が決まるぞ。まだ差がある、ここから先頭を捉える子は出てくるのか。4着を切りました。食い下がる8番、さあそこから先頭を伺うのは8番、最終コーナー最初に立ち上がったのは東海帝王。東海帝王速い速い、もはや独走状態。200を通過、東海帝王足色は衰え、東海帝王リードは4馬身、先頭は変わらず東海帝王、強さを見せつけて東海帝王ゴールイン。圧巻の走りでレースを制した東海帝王、若駒ステークスを制しました。2着8番、3着に入ったのはナイスネイチャー。余裕余裕、次も1着取るもんね。ここは負けられない一番人気、14番東海帝王、実力は完全に上位ですね。曇り空の下、阪神レース場
芝2200スミレステークス。17人の馬娘たちが挑みます。人気と実力を兼ね備えた2番、今日は3番人気です。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、スーパークリーク。さあ、今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。1番人気、東海帝王。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは16番、17番、8番。期待通りの結果を出せるか。1番人気、東海帝王。さあ、激しい先行争いで前に出たのは17番、16番。並んでくる。早くも激しい競り合い。少し後ろから8番、4番、4番手。少し離れて13番、東海帝王。並んでくる。一馬身差、7番、スーパークリーク。並んでくる。さあ、1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。16番、快調に飛ばしていきます。先頭から後方まで間延びした展開です。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。16番、まだリードをキープしています。続いては17番、1馬身差、8番、2馬身差、東海帝王。1馬身差、13番、少し後ろから4番、その後からスーパークリーク。7番、並んでくる。1馬身離れて15番、向こう正面に入って先頭は16番。順位を振り返っていきます。現在1番手は16番、続きました17番、後ろ8番、外から外から東海帝王。1馬身離れて13番、佐藤7番、少し離れてスーパークリーク4番、並びかけてきた。1馬身離れて15番、あとは1番、差がなく12番。1馬身離れて5番、外を回って10番、内を回って6番、少し後ろから2番、さらに9番、さらには11番、16番。先頭進みますが、これは正解でしょうか。16番、彼女の脚質には合っていますね。まもなく第4コーナーカーブ、勝負どころ。最後の直線へとかけていきます。16番、ここで抜け出した。この直線で勝負が決まると。まだ1馬身以上の差があると。ここから捉えることができるのか。さあ、外から先頭を伺うのは東海帝王。さあ、これから坂、井川の舞台はこれから坂がある。東海帝王、このまま押し切れるか。東海帝王、引き離して東海帝王。リードは3馬身100を追加。繰り下がるスーパークリーク。先頭は東海帝王、変わらない、強すぎる。東海帝王、足色は衰えない強さを見せつけて、東海帝王、今勝利です。この子にかなう馬娘はいるのか。東海帝王、勝利を飾った。2着はスーパークリーク、3着は16番。余裕余裕、次も1着なるもん。やり遂げてみせます。感謝。なあなあ、はい。え、頂上。にゃにゃ、なあなあ、おはようございます。
そうだな。トレーナーパパーっと買ってくるから、まばたきしたら見逃しちゃうかもよ。Thank you.
頑張る。我が輩に任せたまえ。10番東海帝王、5番人気です。これ以上ない仕上がりですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。最も速い馬娘が勝つというサツキ賞、成長を見せつけるのは誰だ。1番人気はもちろんこの子、テイエムオペラ王。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、成田ブライアン。注目の東海帝王、5枠10番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはアイネス数字、6番17番苦しい戦いを強いられているテイエムオペラ王。ここからどう出る。アイネス数字快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。先頭を行ったのはアイネス数字、2番手の位置で先頭を伺うのは二方のブルボン。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。さあ激しい先行争いで前に出たのはアイネス数字、続いて二方のブルボン、その内並んで6番、それを見るように2番、外には17番、その内並んでアグネスターキオ、そしてその外から行ったのは14番、少し後ろから東海帝王、それを見るように7番、少し後ろから4番、その外並んで岩早秀、2馬身3馬身開いてテイエムオペラ王、1馬身差エイシングフラッシュ、それを見るように1番、第2コーナーを抜け向こう上面に入った。先頭は依然アイネス封じ、2馬身リード。続きました6番、2番、3番でアグネスターキオ、4番で外から行く東海帝王、そしてその外から行ったのは琵琶早秀、少し後ろから14番、その内並んで美穂のブルボン、7番並んできた、その外並んで17番、少し後ろから4番、それを見るようにテイエムオペラ王、少し離れてエイシングフラッシュ、さらに内から1番、外から9番、それを見るように成田ブライアン。まもなく第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。さあいよいよ直線だ、どのタイミングで誰が仕掛けるのか。中山の直線は短いぞ、後ろの子たちは間に合うか。じりじり詰める東海帝王、東海帝王、ここで抜け出した東海帝王、ここから一気にちぎるか東海帝王、足色は衰えない、残り200、東海帝王リードは2馬身、前方相手東海帝王、2番手争いはアイネス風神、テイエムオペラ王大楽勝だ、東海帝王ゴールイン、圧巻の走りでレースを制した。ルドルフが成し遂げたあの無敗の皐月賞制覇、東海帝王もその奇跡をたどってみせました。2着テイエムオペラ王、3着アイネス風神。抜けるショートは何を犠牲にしても叶えたい強さの覚悟、一度きりのこの瞬間にかけてみろ、自分を信じて、時には運なんて必要というのなら宿命の旋律も引き寄せてみせよ、走れ今をまだ終われない、たどり着きたい場所があるから、その先へと
えへ
で僕が勝っちゃうし、5番人気は5番東海帝王。これ以上ない仕上がりですね。トップスピード、瞬発力ともにいいものを持っていますね。馬娘が目指す頂点、日本ダービー。歴史に定跡を残すのは誰だ。現在1番人気はスペシャルウィーク、続く2番人気はミホノブルボン。注目のここまで無敗サツキショウ馬娘、東海帝王。3枠5番での出走、2冠目をかけてダービーに挑みます。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。ミホノブルボンと6番、この2人が競り合っていると。期待通りの結果を出せるか。1番人気イグセルウィーク、長丁場のこのレースですが、ミホノブルボン早くも先頭に躍り出た。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。さあ花に立ってのは6番、このままリードすることができるか。ミホノブルボンだらりかけてきた。早くも激しい競り合い。3番手にナリタブライアン、あとは3番、そして外目を突き出しては8番、少し後ろから東海帝王、そしてその内を回って9番、少し後ろから15番、三輪早秀だらりかけてきた。内にはエイシンフラッシュ、一馬身差スペシャルウィーク、13番だらりかけてきた。すぐに続いてゴールドシップ、少し離れて2番、一馬身差18番、そのうち並んで成田大進、後方2番手に10番、向こう正面に入って先頭はミホノブルボン。順位を振り返っていきます。現在1番手はミホノブルボン、続きました6番、三馬身3馬身開いて成田ブライアン、後から3番、差がなく8番、一馬身離れて9番、その外並んで東海帝王、少し後ろから岩早秀15番、並びかけてきた。内で13番、外でゴールドシップ、差がなくエイシンフラッシュ、外には18番、そのうち並んで2番、少し後ろからスペシャルウィーク、残り 1000m を通過、少し後ろから成田大進、外で10番、最後方17番、ミホノブルボン先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ミホノブルボン、彼女の客室には合っていますね。大欅を越え4コーナーへ、先頭は見合ったまま。このまま直線での争いになるのか。成田ブライアン、ここで抜け出したスペシャルウィーク、外で足を溜めています。東海帝王前を狙っていると。さあ誰が最初に仕掛けるのか。ミホノブルボン番手につけ様子を見守る。最終コーナー、最初に立ち上がったのは成田ブライアン。スペシャルウィーク仕掛けてきた。残り400、スペシャルウィーク見事なごぼう抜きを見せる。先頭は成田。
12番東海帝王、5番人気です。ライバルたちは強力ですが、放送を期待したいです。馬娘が目指す頂点、日本ダービー。歴史に転籍を残すのは誰だ。1番人気はもちろんこの子。スペシャルウィーク2番人気を紹介しましょう。ミホノブルボン、注目のここまで無敗サツキショウ馬娘、東海帝王。6枠12番での出走、2冠目をかけてダービーに挑みます。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。ミホノブルボンの5番、この2人が競り合っていると。期待通りの結果を出せるか。1番人気スペシャルウィーク、ミホノブルボン快調に飛ばしていきます。長丁場のこのレースですが、ミホノブルボン早くも先頭に躍り出た。1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭はミホノブルボン、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは5番、激しい先頭争い、大きく離れて4番、外目をついて東海帝王。5番手に岩早秀、2番並びかけてきた外でラリナブライアン、それを見るように1番、一番審査18番、内をついてレーシングフラッシュ、そのうち並んでスペシャルウィーク、そしてその外を回って11番、一番審査10番、内の方から7番、外を通りまして9番、少し離れて17番、後方2番手に成田大臣、向こう正面に入って先頭から進撃までおよそ14マシン。順位を振り返っていきます。現在1番手は5番続きました。ミホノブルボン、2馬身3馬身開いて岩早秀、差がなく4番、外から外から東海帝王、さらに2番、1馬身差1番、それを見るように成田ブライアン、少し後ろからレーシングフラッシュ、1馬身差18番、そしてその後方にはスペシャルウィーク11番並んできた。少し離れて10番、少し後ろから17番、内をついて成田大臣、残り 1000m を通過、それを見るように9番、さらに7番ゴールドシップ、最後方からのレースになりました。5番先頭をキープ、これは面白い展開だ。このまま進みますか。これは大胆な作戦、完全に予想外でした。大手焼きを越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。スペシャルウィーク、外で足を止めています。岩早秀、ここで抜け出した。東海帝王前を狙っていると。最後のコーナー、最初に駆け抜けてきたのは岩早秀で、抜け出したのは岩早秀で、だが後続も追いつかぬ。400を切りました。並びかけてきたのはスペシャルウィーク、エイシークラッシュ、先頭に変わった。行きました。スペシャルウィーク、負けて上がってくるスペシャルウィーク、カップを通過、先頭エイシークラッシュ、かつその差はわずか。追いつかぬ成田ブライアン、エイシークラッシュ、ここまでか。スペシャルウィーク助けてゴール、やった。見事勝利したのはスペシャルウィーク、ついに栄光のダービー制覇。2着はエイシークラッシュ。こんな何か間違いだよ。
パパもママもいつも電話かけてくるんだ。そんなに心配しなくたっていいのにね。中でも特にマックイーンには負けたくないんだ。テストでもレースでも僕が勝ってやる。